様どうもどうもこんばんは、本日はですね、まだまだ私、日本におりまして、ここ実家でございます。日本でですね特にもうやることはないんですけれども、アメリカから一時帰国した日本人の何ともない一日をお送りしたいと思います。必ずやらないといけないことがあったんですけど、それはもう終わっていますので、あとはのんびりフラフラする一日みたいな感じになると思うんですけど、無印と100均とユニクロに本当に 3,4 回違う店舗で、まあ要するにいろんなところにあるっていうことですけどね、3,4 回ぐらいはもう行ってますね。で、今からもイオンに行こうと思ってますけど、入ってます。アメリカの田舎に住んでると日本の企業の会社のお店なんて全然ないので、この1週間はですね行くたんび、ほぼ外出するたんびにその3つに行っております。では今からね、行ってきたいと思います。よいしょ、行ってくるね。今イオンから帰ってきて、でご飯を食べたいと思います。なぜなら、私の家までこっから30分以上かかるので、悪くなっちゃうといけないんですよね、食べ物が。で、何を買ったかというと、お寿司です。こんだけでね、1166円って、でとっても安い。 1,2,3,4,5,6,7,8 8貫で1166円、もうありえないですねはい、これをのんびり食べたいと思います。感染対策もあるので、今ね、陽性の方どんどん増えてて、もうどこで感染するかわかんないみたいですね。家庭内感染が多いみたいですけど、でも旅行に行って片一方だけ、二人で行って片一方だけ感染したとか、そういう方もいらっしゃるみたいなので、もうね、どこでエアロゾルで感染するかとかね、接触で感染するかとかわかんないみたいなので、私はアメリカに帰らないといけないので、そんな39度もね、熱出て飛行機13時間も乗れないですよ念には念をということで、車の中でお寿司を食べたいと思いますごちそうさまでした。腹ごしらえして落ち着いたので、今から家に帰りたいと思います。あとはこれ私が日本に
ってる車なんですけど、あの大したものは何も乗ってない、大したものっていうか何も乗ってないんですけど、あの一つだけご紹介したいのが、ここにかけてるんですけど、10年前にミシシッピに住んでた時に一人でね、あの平日暇だったんでゴルフやってたんですよ。でアメリカのゴルフ場って人が住んでるんですよね。ゴルフ場のゲート入ったら結構お金持ちの裕福な方が住んでらっしゃって、で私一人でゴルフしに行ってたんですけど、そしたらね、そこに住まわれているおばあちゃんがちょうどゴルフされてて、なんかよくしてくれる人で、こんなね、アジア人なんてほとんどいませんでしたから、ミシシッピっていうんですけど、すごい南部、今も南部なんですけど、もっとなんかディープな南部に住んでたんですよね。で、そこですごい一人で孤独を感じていた時に、おばあちゃんが話しかけてくれて、で、日本に帰国してからもね、そのおばあちゃんとずっと文通してたんですよ。で、残念ながらね、5、6年くらい前におばあちゃん亡くなっちゃったんですけど、最後にね、文通した時に、これがね、国際便で送られてきたんです。このクッションがね。で、なんて書いてあるかっていうと、Why fit in when you were born to stand out? まあ、意味はですね、この世にあなたは生まれてきたのに、なんで、こう、周りと同調しようとするの?みたいな。もっと目立ちなさい?みたいな。もっと自分の自己肯定感をしっかり持ちなさいっていう、もうなんともアメリカらしい、ことが書いてあるクッションなんですけど、日本だったら絶対ないじゃないですか。フィットインしちゃいますよね、日本だと。でもフィットインしちゃダメだよっていう、きっとクッションだと思うんですけど、もっと自分を出してねっていうね。日本の車にはこれをねずっと置いてます。